カジの木は、クワカコウゾ属の落葉鉱木。単にカジ、またはコウとも呼ばれる。原産地は不明であるが、日本、中国、台湾に分布し、日本国内では、中部地方南部異性の本州、四国、九州、沖縄に分布する。山野に自生するが、日本には、古くから栽培されていたものが、野生化したものと見られており、 野鳥の糞から芽生えた若木がよく目立つ。自然分布以外でも人の手によって植栽されて庭や公園に植えられているものも見られる。落葉公葉樹の高木で樹高はあまり高くならず10メートルほど。樹皮は肺褐色で気褐色の皮目があり、若木には褐色のまだら模様が入り、縦に短く裂けて浅い筋が入る。一年枝は産毛が多く生えるか、 まばらに生えている。葉は大きく、浅く三列するか、楕円型で表面に毛が一面に生えてザラつく。左右どちらかしか裂けない葉も存在し、同じ株でも葉の変異は多い。傭兵は長く、2から10センチメートルほどある。私有一種。開花時期は5から6月。果実は直径3センチメートルほどで、食用になる。トウガは個性し、三角形で毛が多く生え。 暗褐色をしている2枚のガリンに包まれている。陶がの下にある洋根は、やや大きめの心形や半円形で、遺憾タバコンは、多数臨場に並ぶ。洋根の肩の部分に、拓洋根があり、しばしば拓洋が残っていることもある。古い時代においては、姫構造との区別があまり認識されておらず、現在の構造は、姫構造と火事の木の雑誌と言われている。また、 江戸時代に日本を訪れたフィリップ・フランツ・ホンシーボルトもこの両者を混同してヨーロッパに報告したために今日の姫構造の学名がブルースネチア・カジノキとなってしまっている。なおカジノキは神道では神聖な樹木の一つであり諏訪神社などの神門や日本の家門であるカジモンの文様としても描かれている。古代から神に捧げる神木として尊ばれていたため、 神社の境内などに多く植えられ、種として神事に用い、供え物の敷物に使われた。煙などにも強い植物であるため、中国では工場や鉱山の緑化に用いられる。羽豚、牛、羊、鹿などの飼料とする。樹皮は繊維が強く、鉱像と同様に和紙の繊維原料とされた。中国の伝統紙であるが繊維は主に火事の木を用いる。また、昔は、 七夕飾りの短冊の代わりとしても使われた。ありがとうございます。